祝典序曲、頑固作品59、J245 は、カール・マリア・フォン・ウェーバーが作曲した演奏会用序曲である。1818 18年9月20日、ザクセン王国の国王フリードリヒ・アウグスト一世の在位55周年を記念する祝典が行われた。この序曲は、その祝賀演奏会の冒頭で演奏する曲として、作曲された。ウェーバーは、同年九月二日に、 ドレスデンで作曲に着手し、7日にスケッチを終わらせ、11日に完成させた。ウェーバーは当初、祝典カンタータをこの祝典のために作曲しており、8月20日にはこれを完成させていた。このカンタータは国王の命令で作られたものではなく、宮廷歌劇場の支配人からの移植によるものであったが、国王はカンタータの当日の初演を許可せず、 大体として別の作曲家による声楽曲や気楽曲などの6作品を演奏するように命令した。そのためウェーバーは代わりに助曲を急遽作曲にかかり、9月2日から11日までの短期間で完成にこぎづけた。ドレスデンの宮廷歌劇場で開催された祝賀演奏会において助曲はその開幕の音楽としてウェーバー自らの指揮で初演され、 好評を博した。また、同年9月23日に、ノイシュタットドレスデンの大教会で行われた演奏会で、助曲は、祝典カンタータの前に演奏されて、大きな評判を受けている。アダージョの助奏で始まり、冒頭の力強い動機はすでに祝典的な気分が、濃厚に現れている。助奏は次に出てくる主部とは、戦略的に関連した材料を持っていない。主部である。 フレストアッサイは、そなた形式で、バイオリンとフルートによる第1主題で始まり、長い計画を経て軽やかな第二主題が提示される。第二主題は2で構成され、第1句はフルートでそうされ、第2句はクラリネットが滑らかにそうされる。この第1句は第1主題と関連しており、展開部では、これが要因となって、進行に重要な役割を持つ。 再現部は、先の二つの主題を回帰させ力強く盛り上げた。ところで、アンダンテの決備に突入し、弦楽の上で、漢楽器による英国国家の戦律が堂々と奏される。国家が一度だけ奏された後に、クライマックスとなる。演奏時間は、約8分。ありがとうございます。